オットース・コルツェニーは、ドイツの軍人、武装親衛隊隊員。最終階級は、親衛隊中佐。イスラエルのモサドのスパイ。様々な奇襲、極秘作戦に従事したことから、ヨーロッパで最も危険な男と呼ばれる。ウィーンの中産階級の家庭に生まれた。身長192センチメートル、体重90キログラムの異常符で、ウィーン大学在学時には、 フェンシング選手として、ウィーンで、名が知られ、15回の個人的な決闘を行い、10回目で、方に大きな傷を残した。1931年にオーストリアナチ党に加わり、すぐに突撃隊に入隊した。当初から指導者としての適性を示し、1938年3月12日のドイツのオーストリア合法の際には、併合協定調印を拒んだビルヘルムミクラス。 大統領をナチスの傍観から守った。初戦、編集1939年、第二次世界大戦が始まると、土木技師をしていたスコルツェニーは空軍に志願したが、30歳を超えていたため入隊できなかった。代わって、新英隊特務部隊に入隊、1940年2月21日に、ルザ連隊の一員として実戦に参加する。東部戦線においてスコルツェニーは、 技術証拠を務め、師団の戦車や車両の整備に当たっていたが彼はそれだけの任務に満足していなかった。1941年の冬、ドイツ軍による攻勢が行われた際、スコルツェニーは二人の士官と連れ立って前線から約200メートル離れた対比号で話をしている最中、赤軍によるカチューシャロケットの攻撃に愛後頭部を負傷する。いつもならば、 シュナップスと何錠かのアスピリンを飲んでしのいでいたスコルツェニーであったが、痛みがその後も続いたので、治療のために負傷兵として本国に帰還することになった。1941年12月、体力の衰えたスコルツェニーはウィーンに移送され、1942年の初頭からはベルリンのルザ師団の補給所で技術関係の勤務に就くことになる。ちなみに、 この頃にはすでに一級鉄十字章を受けていた。特殊部隊へ編集スコルチェニー数ヶ月して、スコルチェニーは新鋭隊作戦本部に出頭するよう報告を受け、技術的訓練を受けた証拠で、特殊任務を達成できる人材が必要であると、司令部から説明された。スコルチェニーはじっと聞き耳を立て、補給所での退屈な任務から抜け出る機会だろうと、見ていた。 司令部はドイツにもイギリスのようなコマンド部隊を設置する時が来たと説明しスコルチェニーは進んでこれを受け入れ1943年4月18日に予備役単位へ昇進しフリーデンタール特殊任務特別教育課程の隊長に就任する部隊はベルリン近郊のフリーデンタール訓練場にちなんで SS フリーデンタール駆逐戦隊とも通称された 1943年の春、スコルチェニーは特殊部隊としての編成に当たったが、部隊の兵力は一個中隊ほどであり、与えられた武器もほとんどが敵からの六角品であった。これらは当時の特殊部隊の水準を満たすものではなかった。しかし、ニーチェの危険を犯して、生きよという言葉をザウの命としていたスコルチェニーは任務を断念することなく部隊の強化に、 奔走するようになる。SD の幹部で、スコルチェニーの事実上の上司であった、バルター・シェレンベルクは、この新部隊の将来性をヒトラーによく印象付けようとしており、スコルチェニーは作戦に必要な人材をすぐに集め始めた。まず、手始めに呼んだのは、大学以来の旧友であった、陸軍隊員のカール・ラドルであった。ラドルはその後の数年間、スコルチェニーの副官として活躍することになる。 人物であった。兵員は様々な組織から集め SS の空挺大隊が大半を占めたほかアップベアのブランデンブルク大隊からも兵員を獲得した。また通常の武装親衛隊員から志願した者も何人かいた。最終的に部隊は2個大隊に匹敵する規模に拡大されたが彼らの国籍はバラバラでヨーロッパの核言語が部隊内で交わされることになり、 これらは、後の作戦行動で有効に働くこととなる。しかし、スコルチェニーはまだ満足せず、部隊の武装が貧弱なままであることを問題視して、再び奔走することになる。スコルチェニーは、コマンド部隊とタイドクレジスタンス関連の文書を、辞書の助けを受けて読みふけり、英軍の方式を参考にするようになる。その後、スコルチェニーはオランダへ向かい SD などの、 情報機関によってと名付けられた二重スパイを雇って、イギリスからオランダの対独抵抗組織に送られていた武器などの軍事物資を手に入れていった。運び込まれたものは、プラスチック爆弾、地雷、ステン短期艦銃、無電装置、消音装置付きの短期艦銃などであった。こうして、スコルツェニーの部隊は拡充され、司令部のあるフリーデンタールの狩猟用3層で訓練が行われた。 舞台は急速に強化されていたので志願者が次々に集まったが、特にブランデンブルク大隊からの志願者が多くなっていた。ムッソリーニ救出、編集ハラルトオットモルス、スコルチェニーと救出されたムッソリーニ。グランサス祖前1943年7月25日、休暇中のスコルチェニーは、新衛隊作戦本部から連絡を受け、急遽、 相当大本営へ向かうように命令された。飛行場では、用人専用の飛行機トラドルが待機しており、機内で、ラドルとの挨拶を交わした後、軍服に着替えスコルツェニーは、相当大本営へ向けて飛び立った。狼の巣へ到着した、彼は高級将校の集められた部屋へ案内され、待機させられ、スコルツェニーを含む6名の将校が、ヒトラーの個室に招かれることになった。 しばらくして、ヒトラーが入ってくると6人は襟を正して、ヒトラーの副官の一人が全員を紹介していった。ヒトラーは、全員をじっと見据えながら、イタリアを知っている者は誰かと尋ね、スコルチェニーは唯一それに答えた。ヒトラーは、諸君に尋ねるが、諸君らは、イタリア人をどう思うかと続けると、数軸の名誉、傍教の味方といった応答が交わされたが、スコルチェニーは、相当、 私は、オーストリア人ですとしっかりとした口調で答えた。これは、ヒトラーが同郷で、南チロルを奪ったイタリアについて自分が祝わとした、ことを悟ってくれると思った発言であり。すると、ヒトラーはスコルチェニーを見つめ、他の者は下がってよろしい。スコルチェニー対位、君と話したいと述べスコルチェニーは部屋に残され、ヒトラーと二人だけになった。ヒトラーはすぐに要件を切り出し、 有兵されていたムッソリーニの救出作戦について語り始めた。この任務の達成を君に命ずる。戦争にとって極めて重大な任務である。そのためには権限内であらゆることをやれと強く迫られた。スコルツェニーは当初、困惑したが、部隊の本格的な活躍の機会と見て、これを受け入れる、よう決心する。グランサス諸撃の指揮を取ったスコルツェニーは9月12日、 遊兵場所がグランサスソ山町のホテルであることを突き止め、グライダー降下し、戦闘を発生させることなくムッソリーニを無傷で救出。この功績で SS 少佐に昇進し、騎士十字章を受章した。地頭誘拐、編集1944年5月25日、レッセルシュプルング作戦を指揮。ユーゴスラビアのパルチザン指導者、地頭をドゥルバルの近くの司令部から誘拐し、 バルカン半島における共産主義抵抗勢力を壊滅させる作戦であった。部隊が司令部のある洞窟に到達した時、地頭は数分前に脱出した後であったため、作戦は失敗した。1944年7月20日にヒトラー暗殺計画が実行され、クーデター派が重要機関を占拠しようとしたが、ベルリンにいたスコルゼニーはクーデター派の鎮圧に協力。 反乱は36時間で制圧された。ホルティ息子誘拐。編集1944年10月、ヒトラーはスコルチェニーをハンガリーに送った。密かにソ連との講和を策していたハンガリー摂政ホルティ、ミクローシュの息子、ミクローシュを誘拐して、摂政を辞任させ、講和によるザイバルカン半島ドイツ軍の本国からの孤立を未然に防ぐ作戦であった。スコルチェニーは、 ゴルフ博士の偽名を名乗り変装し周辺の情報収集を行い、ミッキーマウス作戦が行われるが失敗。その後行われたパンツァーファウスト作戦は成功し、1945年4月までハンガリーにはや十字棟を引きる親ドイツ政権が存続した。アルデンヌ編集1944年10月21日、ヒトラーはアーヘンで アメリカ陸軍が露獲したドイツ戦車を人軍に使用したことから、ある作戦を発案、スコルツェニーをベルリンに呼び出し、アメリカ軍に偽装した戦車部隊の編成、指揮を命じた。グライフ作戦と名付けられた、この作戦は、アメリカ軍の軍服を着た20名以上のドイツ兵が、露獲したジープに分譲し、M10 駆逐戦車に偽装した、パンター。 アメリカ軍の塗装を施したスリー突撃砲などを率いて戦線の後方に侵入、アメリカ軍を格乱する作戦であった。ドイツ軍の最後の大反抗となったアルデンヌ構成で、この特殊部隊はアメリカ軍を恐怖に陥れた。一部の兵士は捕らえられたが、嘘の自白によって部隊はパリを襲撃し、最高司令官のアイデンハワーを誘拐。 または暗殺しようとしているとの噂を広めた。アメリカ軍の警備は強化され、アイゼンハワーは何週間も司令部に閉じ込められることとなった。この時、ヨーロッパで最も危険な人物と呼ばれたスコルツェニーは、本作戦後1945年2月までソ連軍の押し寄せるドイツ東部を防衛する陸軍部隊を指揮した。オーデルの戦い、編集東プロイセンの前線を視察する。 スコルツェニー1945年1月30日、スコルツェニーはハインリヒヒムラーから命令を受けた。当時、バイクセル軍集団と国民突撃隊の指揮を務めていた。ヒムラーの命令は普段はわけのわからない点が多かったがこの時ばかりは明確でポイントをついていた。命令の内容は、できるだけ多くの兵力を集めて直ちに、オーデル川の東岸に、 共闘法を築けというものであり、また、この共闘法は、後の構成のための発起点として、用いるので十分なものでなければならない。また、オーデルへ向かう途中で赤軍に占領されている、フライエンバルでの都市を奪還せよという命令でもあった。スコルチェニーは、目標のフライエンバルでの状況を集めていたが、奪還作戦は、不可能と見ていた。なぜなら、この街について知る者がおらず、 また、ヒムラーの司令部も、相当大本営もソ連赤軍の位置を正確に把握していなかったからであった。結局、スコルチェニーはシュベットへ向かい、そこに、共闘法を築こうとして、翌朝の5時2000人ほどの部隊を引き連れ出発した。2時間後、スコルチェニーの部隊は、シュベットの町へ到着し、すぐに偵察部隊を派遣するとともに、部隊の司令所として、適当な場所を探した。 司令書を確保したスコルチェニーは早速任務に取り掛かった。まず彼は軍隊内部に漂っている沿線的な感情を一掃するために前線から退却してくる兵士らを食い止めて必要に応じて自分たちの部隊に勧誘していった。スコルチェニーにとってこの作業を進めるかたわらスコルチェニーはどんな兵力が集められるかと考えており 部隊には信頼のおけるフリーデンタール駆逐戦隊の隊員が含まれていたが、他は、小病兵や小銃を扱える人握りの工兵、地元の国民突撃隊一個大体、ほとんど訓練を受けていない老人や青年を含む国民的団兵士団の約600名の精鋭がいるだけであった。地元の部隊のうちで最もマシなのは180名の主幹候補生のグループであったが、この時たまたま、 シュベットへ向かっていた。こうして、迅速に集められた寄せ集めの部隊は、兵士の所属が何であれ強引に進められたが、十分、元は取れたようであった。数日後、疲れ切った第8騎兵士団所属の生き残りの部隊が、町の大通りを通ってきたので、スコルセェニーはこの一団を兵舎に迎えて部隊に、組み入れた。こうして、部隊には、少しずつ兵力が増え、ついには、 不評四個大隊に匹敵する兵力となっていった。スコルチェニーは、重火器の配備を行い工場から何門かの 75mm 対戦車砲を調達し、また、多数の機関銃の獲得にも成功した。それでも満足しない彼はこの地域で入手できる 88mm 高車砲を全てかき集め、これをトラックに搭載して、自走砲兵予備班として運用した。 スコルツェニーがこうした活動に当たっている最中、国家元帥であるヘルマン・ゲーリングから電話がかかってきた。ムッソリーニ救出の活躍を称え、スコルツェニーの気持ちを汲んでいたゲーリングは、翌日、自分の別荘であるカリン・ハルから、ヘルマン・ゲーリング師団に属する精鋭600人から、なる一個大隊を送ってきた。この部隊の兵員はそのほとんどが、空軍の登場員の出身で、 搭乗機がないまま地上勤務に就いた連中で驚くほどに経験不足であった。これらの若い兵士を見たスコルツェニーは彼らが長く持ちこたえられないだろうと考え、騎士鉄十字章を受けていたその部隊の指揮官である、少佐の反対を押し切って自分の配下の各部隊に編入してしまった。こうして兵力の配備は完了し、この混成部隊は師団並みの戦力に膨れ上がっていた。 総計で1万5千人の将兵を指揮下に収めたが、ヨーロッパ各地のあらゆる兵士を集めたと言ってよく、その中にはソ連の兵士まで混じっており、この部隊はシュベット師団と正式に命名された。しかし、スコルツェニーが戦後語るところによれば、シュベット師団は小型のヨーロッパ連合の様相であり、彼自身はヨーロッパ師団と呼んでいる。オーデル川の防衛に当たる、 国民突撃隊の兵士2月の初め、スコルチェニーは偵察班を率いて、赤軍の戦力を確かめるために出発した。バートシェンフリースの町へ到着すると駅で30両の戦車を確認し、ほとんどが T-34 であったがレンドリースされた何台かのシャーマン戦車も駅の反対側に隠されて配置されていた。赤軍は、 街の南方と東方の家屋やキャンプに宿泊しており、十分な情報を得たスコルツェニーは、引き返そうとしたが突如、駅付近で戦車が稼働し始める音がしていた。赤軍が攻撃を開始したのは、しばらくしてからで、40両、近い T-34 と、不評数個大隊が軽二ヒスベルクへ向けて、突入してきた。スコルツェニー意識下の高下両兵は、退却しつつも家から家に移って、 戦闘を続け、ハンブルクから来ていた国民突撃隊の支援を受けて戦車十数台を撃破している。しかし、スコルツェニーにとって敵は赤軍のみならず内部にも存在していた。その日の夕方、スコルツェニーはシュベットに帰還したが、ケーニヒソベルクの国民突撃隊指揮官が戦闘指令所で彼の帰りを待っており、興奮しながらこう言った、中佐殿。 お待ちしておりました。ケーニヒスベルクでは全滅しました。この国民突撃隊指揮官は、ベルリンの政府と特別の関係がある党の上級役員であったが、スコルチェニーは、そのようなことはお構いなしに、この指揮官を逮捕している。なお、この処置に、ナチ党官房長のマルティン・ボルマンは激怒し、スコルチェニーの行動は無責任極まるとして、復讐してやると息巻いていた。 スコルツェニーにとって15の問題は、とうとうのトラブルだけではなかった。数日後、彼の担当する地域の、スコルツェニーはかつてこの将軍とトラブルを犯しており、彼の予測通り将軍は、スコルツェニーの指揮に対して干渉してくるようになる。シュベットの戦闘指令書には、命令や要請、要求がなだれ込み、これにスコルツェニーは、激怒死後にこう書いている。私を激怒させたのは、 バッハ・チェレウスキー将軍の参謀が誰一人としてシュベットの共闘法を訪ねて来なかったことだった。バッハ・チェレウスキー自身はシュベットの城にある戦闘司令書を一、二度訪問したことがある。しかし、私はそこにほとんど留まっていなかったため、私の部下の将校から報告を聞くだけで満足し、コニャックを飲んで自分の司令部に帰ってしまった結局、スコルチェニーは、 バッハ・ツェレウスキーから来る命令は一切無視することにしている。1945年2月7日頃、赤軍からの激しい攻勢により、スコルチェニーは引き下がることになった。赤軍はスコルチェニーの戦闘指令所付近にまで侵入し、古城をめがけて次々に砲撃を浴びせていた。城の防衛に当たっていたニコ大隊の指揮官たちは、 決戦兵器とも言えるパンツァーファウストをかき集めこれに反撃した。そればかりにとどまらず、自ら決死の肉薄攻撃を仕掛けるものも存在していた。赤軍の接近により各地で同じような激戦が繰り返され、スコルチェニーは必死で戦ったが、川の対岸のニッパービーゼの前哨から引き上げる必要に迫られ、これを聞いて激怒した最高司令部は無電による報告を行い、 プレンツラウの司令部で待機しているヒムラーの元に来るように命令した。その夜、スコルチェニーがヒムラーの元に到着すると、そこではよそよそしい雰囲気でありヒムラーの副官が冷淡な口調で、スコルチェニーが怒鳴るように応酬するとヒムラーは急に落ち込み静かになり、さっきまで軍事裁判にかけようとしていた態度を改め、今度は夕食に招待するほどの変わりようになった。 スコルチェニーはヒムラーから一門の突撃砲を当てがわれ、彼に必要なものを与える約束を取り付けたが、結局、これらの約束は守られなかった。ニュルンベルクの国中にてスコルチェニーは1945年5月に連合国に降伏し、2年間捕虜として収容された。バルジの戦いでアメリカ軍の軍服を着用して偽装したことが戦時犯罪として訴追されたものの、 連合軍も同様な作戦を実施したとして、無罪判決を得たが、1948年7月27日に、捕虜収容所から脱走した。親ドイツとして知られた、スペインのフランシスコ・フランコから与えられたパスポートで、スペインに定住し、エンジニアとして、戦前の仕事を再開。1952年には、ドイツ政府から、ナチス主義者ではないと宣言され、 海外旅行が可能となった。ナチ亡命者支援、編集フアンペロンと共に、後の1950年代から1960年代にかけて、エジプトのガマール・アブドゥル・ナーセル及び、アルゼンチンのフアンペロンのコンサルタントとして働き、元親衛隊員の互助組織とされるオデッサで、戦般容疑の追及を逃れるために、国外へ逃亡するドイツの友人数人を支援したと、噂された。 こうした中で組織された SS 同士会は、スコルチェニーによれば、実に22カ国にまたがり、会員数は10万名に及んだという。SS 同士会は本部をスペインのマドリードに置き、スコルチェニーが運営した。軍事政権支援、編集またスコルチェニーは、南アメリカで元ナチス親衛隊や元ドイツ軍人勢力からなる基地を作ったが、これらの勢力はアメリカの黙認。 もしくは支援のもとに、アルゼンチンのペロン政権やパラグアイのアルフレド、ストロエスネル政権をはじめとする南アメリカ諸国の反共軍事政権の支援を行い、これが南米で数々の反共軍事独裁政権を助け、また育むこととなった。さらに、西側世界における有力な反共人士として見られ、そのつながりでアルジェリア戦争の後半期にはスペインに亡命した。 ナウル・サランや OS a、イタリアと南アメリカを中心に活動していた反共組織ロジピーニア、その会長でロベルト・カルビ暗殺事件やヨハネ・パウロ一世の暗殺未遂にも関与したリーチをジェッリとも接触を持った。1960年代にイスラエルのモサドより接触があり、当時がマール・アブドゥル・ナーセル政権下のエジプトで、 長距離ロケット技術者として働く、ナチス時代のドイツのロケット技術者の名前と住所のリストをモサドに渡すことと条件に、モサドやジーモンビーゼンタールの先般リストの中から自分の名を外すこと、すなわち自らの命をイスラエルに保護してもらうこととなった。なお、このことはスコルチェニーの死後20年以上経ってから明らかになった。その後、スコルチェニーのリストと、 エジプトに入り込んでいたモサドのスパイのウォルフガング・ロッツが再チェックしたリストをもとにロケット技術者の自宅にはモサドより手紙爆弾が送られた。その後、正確な住所をもとに手紙爆弾を送りつけられたことに行き通るロケット技術者とナスがままのエジプト当局との関係が悪化。1965年にはドイツ人のロケット技術者全員がエジプトを後にした。 ため計画は中止となった。晩年は反共軍事政権下のアルゼンチンでセメント業を営み罪をなし、また前述のイスラエルの保護のもとに南米諸国の元ドイツ軍人との交流を持ち続けた。1975年にスペインのマドリードでガンのため死去した。外国勲章、編集ありがとうございます。